際マイナスポイントが発生するのは何段からなのかがちょっと分かってないですね。うわーこれちょっとどうだろう、赤うに惑わされた感じがありますね。ちゃんたに行くべきだと思うんですが、こんなのドラウーピンと赤ウーソーに惑わされて Q1 切りって感じですね。 Q1 切っちゃった以上は今からちゃんと行かないんで、まあ半分 50% 脳天前提でチートイツかなと。まあまさかの名本チートイとかそんな都合いいこともちょっとは可能性あると思いますし、まあ一応狙ってはいますね。もう大振りですね、空振り上等のもうブンブン振りまくって当たればホームランみたいな。みんなピン付けだと思います。使える薬杯結構切ってるんで、トンと三元杯切ってきてるんで、まあ普通にピン付けに寄せてるなと。私がどうしてもピンズの捨て牌ピンズに見えるんで、他の人もピンズ切ってないって感じだと思いますね。他の人がピンズ集めてる本一狙ってるじゃなくて、私の捨て牌でピンズをちょっと抑えてる気はなんかする。あでも一応面本チートイーシャンテンですね。面本チートイドラドライーシャンテンツモバイマンチー。左ドラのウーピン叩いたんで、テンパイ。チー。あれ？ドラドラ、トラさんが見えますね。初チューン重なったらもう動いていいと思います。ちょっとメンツって難しいですね。3ピンを2枚引いて3増引くっていうのはちょっと贅沢言い過ぎかなと。ポン、つって難しそうだな。ドラ薬杯が重なるかチートイツになってくれるか。これで初をポン、もう連チャン狙いの必死に泣きを使う。ちょっとさすがに初からしか泣かないですね。私は泣くんであればですなってですけど、初を出ることを期待して三増からチーとか、まあ、ドラポンぐらいだったらまだ分かりますけど、チーピンをチーみたいな、ちょっと舐められる動きはしたくないですね。後付けかよみたいな、まあ、誰もそんなところは意識してないし見てないと思いますが、自分の中でですね。
シャン店ポン。まあ上がり率が低いんで、私の上がり率をもっと上げないと。あ、でも分かんないけど一概に言えないな。数案いいじゃん。これはさすがにポンですね。ポンポン初トイトイ3アンコドライオンロンロン24000。あれ初、あごめんなさい、面前じゃないですね。 なんでなんか勝手にあの積もり数案で考えてました。ちょっと今頭バグってましたね。もうなんか数案こう役満しか見えてなかったです、泣いてるのに。ドラガシャーなのが厄介ですね。ただ本一行くほどマンズとピンズの形が悪いわけでもないんで、ちょっと難しい悩みどころですね。まあ、とりあえず初を切って様子見る急走もありかな。さすがにシャー初重なったら本一ちょっと見るかなと。うわすごい会心とこ引いたな。ちょっとまだでも親だし、差し子見えるし、そんなに本、シャー重なったらウーワン切りかな。白が出たら、まあ、鉄板はポンなんだろうけど、私はちょっと、上がれなくてもいいんで、白泣かないかな。ちょっとパーソー薄いんでここ外します。三蔵とチーソーどっちか嫌おうか。この形になると、ただドラのションパイのシャーを叩いてまで攻める手ではないと思ってるんで、あれ？チー！あ、でも、あ、シャー1枚切れてますね。まあいいや、この手はそんなに上がりたい手でもないんで。すごいタイヤを3色ドライチ。シャー1枚切れか、この終盤か。いや切らないな。シャー次三蔵あたり切って、ちょっとあのごめんなさい、見てる人ごめんなさい。普通はシャー切って3色だーみたいな、差し子決まったーなんてやりたいんですが、で一応トップなんで初ポンして先点でいいかなと。虎の Q1 は切ります。ここは点数の高さはいらないんで。あれちょっと統一が小統一になっちゃうとややこしいですね。チートにならないように初をポンして手を崩していこうかなと。これ面前でいくとなんかやや
モヤモヤする手になりそうですね。初はポンします。ここ、これ多分面前きついな、この形。あらら、ちょっと指刺されてますね。ローワン、あんこだったのにと。まあ上の人に上がってほしいですね。5200の人がチュンポンしてるんで、上ソーズなんで、ちょっとソーズ切りますよ。ソーズ切ってロンでもしてください。ちょっとソーズ積もってきたら積極的に切って、なんかわけわかんない手になってきた。初かな上、あれ違う。リーチ、初1枚だけ持ってたか。リーチ。ちょっとこの1曲裏目ってるし、ローワンアンコ逃してるし、初アンコ逃してるし、チーチー、あれちょっとミスです。これでウッパーワン待ちだったのに、カン、ちょっとゲームならではのミスですね。456で泣こうとしたら、なんかクリックの場所間違えて、これでロンでしたね。なのでもうあとは降りたいんで、上、ウッパーソー、ロー、右、ローソー。あ、そっか。ノーテンじゃ、親流れならないんだった。ちょっと今の、致命的ミスですね。チーの場所間違えちゃって、タンヤオで上がってたのに、クリックミスっていうか、いや。実際はね、今のように初ポンっていう人もたくさんいると思うんですけど、実際泣かないですね。これ2枚目はなんです。ジャントができてるんで、こういう風にあとこの3つのメンツを埋めるだけと。さっきの形だと EP1 枚だけ浮いてて、比較的こうすっきりしてるんで、今で一番いいとこ出てきた。ここは初の未選点で、下手くそな進み方ですけど、もう2泣き3泣き上等みたいな全突破で、たださっきの3456で泣こうと思ったら、クリックの場所を間違えて567で泣いちゃったみたいなのは、実際は実際の麻雀ではありえないんで、そういうのは間違える、実際指を使う麻雀だとありえない動きなんで、まあゲーミスっていうよりは
あんまり、なんだろう、考えなくていいミスですね。実際ないんで。どうしよう、まあパスでいいや。ペイ薬杯ですけど、ペイなくとちゃんとなくなるんで、まあ普通に面前でリーのみで上がりたいなと。ちょっとなんかこのハンチャン打っててこう気持ちよくないというか、スッタン逃しましたし、スーアンコ逃しましたし、リーチチーのミスもありましたし、なんかすっきりこう勝てないんで、まあビリ引いてもおかしくないなっていうぐらい、他の人に助けてもらって運よくトップだった。あれ、あ、ごめんなさい、オーラスだと思ってた。なんだろう、そのちょっとお酒は飲んでますけど、そんなに別に酔ってるわけじゃないんで、なんか集中できてないのかな。今の勝手にオーラスだと思ってました。なのでなんかセリフが他の人 に助けてもらって、まあ順位は言っちゃですけどみたいな、他の人に助けてもらって運よく取った一茶でしたみたいなセリフが出てきちゃいましたけど、まあペンちゃんのイーシャンテン、リーチポン、ポン、ポン、負けましただね。というよりはなんかこの曲こうミスがあまりにも多すぎるんで、もう負けて当然ですね。負けるべきし、ま、運が良かったのに、これはなんか自分のミスで負けた感が残る一曲でした。ちょっと集中できてないのか分かんないんですが、普通ありえないミスがまあ起きて、まあこんなことも今後もあるかなと、今後は気をつけるというか、ないようにしないと成績に結びつかないんで。上がり率が低いですね。せめて1茶を3割に乗せないと上に上がっていかないですね。ちょっとなんとか頑張ります。どうもありがとうございました。